再び人形異変「食工服の男はつまらない毒口を聞いたばっかりについに一命を失ったか」いやいや決してそんなことは起こらなかった彼はやっぱりパンツのポケットに両手を突っ込んだままさも面白そうに笑っていた引き金は引かれたけれどカチッという音がしたばかりで 弾丸は発射されなかったのだおや妙な音がしましたねピストルが狂っているのじゃありませんかい嘲笑されて国衣夫人は慌てだした2発目3発目とぶっ続けに引き金を引いたがやっぱりカチッカチッという儚い音がするばかりだ竹正目、それじゃあお前が弾を抜いておいたんだな ハハハやっと仮点がいきましたねいかにも仰せの通りほらこれですよ彼は右手をポケットから出して手のひらを広げてみせたそこには小さい弾丸がいくつも可愛らしいおはじきのように乗っかっていたちょうどその時檻の外に慌ただしい足音がして 部下の荒くれ男どもが駆けつけてきたマダム大変だ入り口の見張り番をしていた北村が縛られているんです縛られた上に気絶しているんですさてはこれも松この仕業に違いないだがどうして北村だけを縛って他のものをそのままにしておいたのだろうこれにも何か特別な訳があるのかしら えこいつは一体何者ですい男どもは2人の純一青年に気づいて驚きの目を見張った家父の松郷だよ何もかもこの松郷の仕業だってことが分かったのだよ早くこいつを引くくっておくれ国衣夫人が援軍に力を得て甲高い声を振り絞った何松郷だって こちくしょうふざけたたをしやがったな。男どもはどかどかと檻の中へ踏み込んで食降服の松子を捕まえようとしただが何という素早さであろう松こは重なり合って押し寄せてくる男どもの手の下をひらりひらりとくぐり抜けてあっと思う間に檻の外に飛び出していたそしてやっぱりニヤニヤ笑いながら。 ここまででおいでの格好で手招きをしながらだんだん後ずさりをしていくそこの知れない不適さである国衣夫人と荒くれ男どもとは惹かれるように檻を出てじりじりとその後を追っていく不気味な移動撮影コンクリート壁の地下道を逃げる者は後ずさり大物は正面を切ってフンの形相ものすごく。 毛むくじゃらの腕をボクサーのように構えながらのそのそと迫ってゆくやがてこの不思議な行列が剥製人形陳列所の前に差し掛かった時職工服の松コは突然ぴったりと立ち止まってしまったおい君たちなぜ北村が縛られていたかそのわけを知っているかね彼はやっぱり、 のんきそうに両手をポケットに入れたまま薄気味の悪い質問を発したちょっと驚き私この人に尋ねたいことがあるんだから国衣夫人は何を思ったのか男どもをかき分けるようにして松この目の前に近づいていったもしお前が松こだったらこれほどの人物を見損なっていたことを。 心からお詫びするよだがお前本当にマツコなのあたし考えれば考えるほど信じられないあなたはマツコなんかじゃないでしょうそのうるさいつけひげを取ってください早くそのひげを取ってください彼女はみじめにもまるで嘆願するような口調であった ハハハハヒなんか取らなくっても君はもうちゃんと知っているでしょう知っているけれど僕の名を言い当てるのが怖いのでしょうその証拠に君の顔色はまるで幽霊みたいに青ざめているじゃありませんか「食後服は果たして松公ではなかった」言葉さえももはや盗賊の手下などのものではない しかもその声その歯切れのよい口調には何かしら耳慣れた響きがあったではないか国衣夫人はあまりの劇場に身内がブルブルと震えてくるのをどうすることもできなかったそれじゃああなたは遠慮することはない何をためらっているのです言ってごらんなさいその先を 食行服はもう笑っっていなかった。彼の体全体に何かしら厳粛なものが感じられた国衣夫人はじりじりと脇の下を冷たいものが流れ落ちるのを覚えた「明智小五郎あなたは明智さんでしょ?」ひと思いに言ってのけてほっとしたそうです。 君はそれをずっと前から気づいていたではありませんか。気づきながら君の臆病がその考えを無理に押さえつけていたのです。食後服の人物は言いながら顔中の付けひげをむしり取った。するとその下から現れてきたのは、純ちゃんらしい顔色にメイクアップはしていたけれど、紛れもない明智小五郎。懐かしの 明智小五郎であったでもどうしてそんなことがありうるのでしょうかあの遠州灘の真っただ中に放り込まれた僕がどうして助かったかというのでしょう <laughs> 君はあの時この僕を放り込んだつもりでいるのですかそこに根本的な錯覚があるのだ僕はあの椅子の中にはいなかったのですよ 椅子のの中へ閉じ込められていたのは、かわいそうな松です。まさかあんなことになろうとは思わなかったので僕は家父に変装して探偵の仕事を続けるために松こうを縛って猿ツワをはめて絶好の隠し場所あの人間椅子の中へ閉じ込めておいたのですそのため松こああうが俳優最後を遂げたのは実に申し訳ないことだと思っています まあ、それじゃああれがマツコでしたのそしてあなたはマツコに化けてずっと機関室にいらしたのさすがの女族も毒気を抜かれてまるで貴婦人のようにおしとやかな口を聞いたそれは本当でしょうかでも猿靴をはめられていたマツコがどうしてあんなに物を言ったのでしょう あの時私たちはクッションを隔てて椅子の外と中とでいろいろ話し合ったじゃありませんか話をしたのは僕でしたよまあそれじゃああの泉室には大きな衣装戸棚が置いてありますね僕はあの中に隠れて物を言っていたのだそれが君には椅子の中からのように聞こえたのですよ 現に椅子の中でもごもごしているやつがあるんだから君が勘違いしたのも無理はないのですするとすると早苗さんをどっかへ隠したのもあの大阪の新聞を椅子の上へ載せておいたのもあんたの仕業だったのねその通りですまあ5年の言ったことだわね新聞の偽造までして、 私をいじめようとなすったの偽造バカなことを言いたまえあんな新聞が急に偽造なんかできるものかあの記事もあの写真も正真正銘の事実ですよ <laughs> いくらなんでも早苗さんが2人になるなんてそんなバカバカしい2人になったんじゃない ここに誘拐されてきた早苗さんは偽物なんだよ早苗さんの替え玉を探すのに僕がどれほど骨を折ったろう無論無事に助け出す自信はあっただが親友の一粒種をそんな危険にさらす気にはなれなかったのでね君が早苗さんと信じきっていたあの娘はね桜山陽子という親も身寄りもない孤児なんだよ しかも少々不良性を帯びたモダンガールなんだよ不良娘なればこそこのお芝居をまんまとしこなすことができたしあれほどの目にあっても頑張り通す肝っ玉があったのさ陽子はあんなに泣いたりわめいたりしながらも僕を信じきっていた僕が必ず救い出しに来るということを確信していたのだよ読者諸君は この物語の初めの方の「回老人」という一生を記憶されるであろう名探偵明智小五郎の欺慢作業は実にあの時に行われたのであった回老人はつまり明智の変装姿に他ならなかったそしてあの夜から本当の早苗さんは明智だけが知っている別の場所にかくまわれそれと入れ違いに さなえさんになりすました桜山洋子が岩瀬に入り込んだのであったその翌日からさなえさんは一間に閉じこもったきり家人には顔を見られることさえ嫌がる素振りを示した岩瀬氏夫妻はさなえさんは打ち続く迫害に一種の気鬱症になったものと決めてしまって彼女が偽物だなどとは疑いさえもしなかった 陽子の名探偵の意外に次ぐに意外をもってする物語を聞くに従って国衣夫人はもう心底からこの大敵の前に兜を脱いだ明智小五郎という一個不可思議の大人物を心から崇拝したいほどの気持ちになっていただが 彼女の部下の無知な荒くれ男どもは決して彼を崇拝しなかったそれどころか狩猟にまんまと一杯食わした不届き者としてかつは彼らの同僚松公を海底の木図とした旧敵として限りなき憎悪と奮撃を感じた彼らはこの長話をじりじりしながら聞いていたが問答が一段落したと見るや もう我慢ができなかった面倒だやっつけてしまえ一人の叫び声が導火線となって総勢4人の大男が孤立無援の名探偵めがけて飛びかかっていった女族の遺望をもってしてもこの勢いを阻むことはできなかった後ろから喉を閉める者両手をねじ上げる者足を取って引き倒そうとする者 いかな明智心をとてこの死に物狂いの大敵には全く力を振るうすべがなかった危ない危ないせっかくここまでこぎつけて最後の土壇場で形勢逆転するようなことになるのではあるまいか一代の名探偵もついにこの荒くれ男どものために命を失うような羽目になるのではあるまいかだが 実に奇妙なことにはこの劇場のさなかに人も嘆な,なる朗らかな狂傷が響き渡ったのであるしかもその狂傷の主は4人の男に組み敷かれた明智小五郎その人ではなかったかこれはまあ何としたことだハハハハハハ君たち目がないのかよく見るがいいほら このガラスの中をとくと見るがいいいガラスというのは例の白製人形陳列状のショーウィンドウのようなガラス張りのことに違いない人々は思わずその方に目をやった彼らはうかつにもそのガラス張りの中にどんなことが起こっているか少しも気づかなかったのだ劇場のせいもあるそれに 格闘の行われた場所からは陳列所が斜め向こうになっていたために目が届かなかったせいもある見るとそのガラス張りの中にはまたしても驚くべき異変が起こっていた人形どもが今度はそろいもそろって男の背広服を着せられていたではないか白製の男女が元のままの姿勢でシカツらしい背広服を着て すまし返っているのだ無論明智の仕業に違いないのだが一度ならず二度までも何というつまらないたずらをしたものであろうだが待てよ明智ともあろう者がそんな無意味ないたずらをするはずはないこの奇妙な衣装の着せ替えにもまた何か途方もない意味があったのではあるまいか 最も早くそれに気づいたのはさすがに国衣夫人であったあいけない愕然として逃げ腰になる隙もなく人形どもがムクムクと起き上がった衣装だけが変わっていたのではない中身までも全く別物と置き換えられていたのだそこには剥製人形ではなくて生きた人間が さも人形らしいポーズをとって時期の来るのを待ち構えていたのだ見よ背広の男どもの手には例外なくピストルが握られその筒口が盗賊たちに向けられているではないかたちまちガシャンと物の壊れる音ショーウィンドウのガラスにぽっかりと大きな穴が開いたその穴から背広の男たちが素早く飛び出してくる ご用だ黒とかけ神妙にしろ恐ろしく大時代な叱咤の声が鳴り響いた現代の警察官にもこの有効な掛け声は案外しばしば使用されているのだ言うまでもなく背広の人たちは明智の手引きで地底に侵入した警視庁の腕利き刑事の一団であった最前明智は 入り口の張り板をしていた北村だけがなぜ縛られたのかその意味がわかるかと尋ねたがそれは案に警察官の来園をほのめかしたのであった入り口を開かせる合図の信号は明智から電話で警視庁に知らせてあったその信号によって刑事たちは難なく地底に入ることができたのだそして入り口を入ると同時に そこの見張り板の北村を適当に処理したまでのことであった内部から明智が手伝ったことは言うまでもないさっきしばらく純ちゃんが行方不明になっていた間の出来事だでは彼らはなぜすぐさま黒ロトカゲの逮捕に向かわなかったのかそれはこの捕り物を十分に効果的にするための明智の指図であった 刑事とてを下せぬ牧年人ばかりでではないのである言うまでもなく別の一帯は水上署と協力して会場の続戦に向かっていたもう今頃は黒トカゲの部下たちは奇戦者とも一人残らず召し捕らえられていることに違いない地底の族ともたちまちにして刑事たちのピストルの前に頭を下げた。 サシモにどう猛な荒くれ男どももこの悪夢のような不意打ちにはどう手向えいする隙もなくことごとく縄をかけられてしまった真っ裸のんちゃんも例外ではなかっただが狩猟の黒トカゲだけはさすがに敏将であった真っ先に背広人形の意味を悟った彼女は逃げ足も速く一人の刑事につかまれた腕を振り切ってひちのように 廊下の奥の彼女の支室へ逃げ込んで中から鍵をかけてしまった。